はい、こんにちは。今日はね、だし巻きを作っていきましょう。だし巻きですよ、英語でなんて言うの、ななちゃん。だし巻きはだし巻きでいいんじゃないですかね、うん、ね、うん、なんかロールドエッグとかウィズだしストックみたいな感じで、ね、優しい感じで、これは、サラダオイルを浸してありますね。こういう状態でね、これだし鍋、銅鍋を使っておりますね。銅鍋がいいと思いますね、だしの場合。テフロンはね、僕やったことないんでね、あれですけども、ちょっとごめんなさいね。どうなるでいい。今度はね、カセットコンロです。これね、卵ね、しっかり溶いてあります。154g、ね、こちらの方が、だしま、だしがね、だし60ね、60です。はい、これ混ぜます。これね、150に対して、要するに卵に対して何パーセント入ってるか。10% 入ってたら1掛け、20% 入ってたら2掛けってなってます。だいたいね、5掛けぐらいがいいです。ですから卵が仮に200でしたら、だしが100っていう感じでね。美味しいのは8掛けぐらいが美味しいですね。ちょっとやっぱりだんだんだしが入ると柔らかくなるので、今回はその美味しさをじゃなしに、まあどういう風にして巻いていくかっていうのはね、ちょっとね、分かりやすくやっていきたいと思いますね。前回撮りましたけど、あれはもう早くババって巻くやり方でやってたんですけど、今回はまあ、ハウトゥーっていうか、教えながらいきたいという。ハウトゥーハウトゥーハウトゥー、ね、では行きましょうね。これしっかり混ぜますよ、ね。で、卵料理は温度が非常に大切ですよね。大切なので、こうやってますけども、ちょっとね、強火でいかずにね、もうゆっくりめでいきましょうね。ちょっと中火ぐらいでいきます。で、温度はね、温度のあれは、スーッと筋引きますね。だしが入ってるのでバチバチバチと跳ねます。これね、筋がスーッとこう入ってくれたら、これだし多いのかな、大丈夫かな、間違ってないですね。こういう感じですね。だしが入ってるからビーッとこう飛んできますけども、卵だけだとまっすぐな線がないんですね。こういう状態がいいと思う。そして、手前から巻く、僕ね、こう手前から巻いていくんですが、今回ね、こっち側から巻いていく。そして、これを使い、ね、箸だけでするのがいいんですが、それ難しいのでこれを使いますね。そしてポイントとしては、ね、締めながら巻きたい。要するにね、帯状みたいにペラ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 になると良くないので、半熟の状態で、どうですかね、ここは平行です。締めながらなので先端を下げます。こうね、こう下げながら巻いていきます。いいですか。これを頭に入れておいてください。で、手前から向こうからこっちに巻いていく方向は下げながらで、ちょっと戻して、分かりますか。巻きます、戻します、巻きます、戻しますっていう感じでいきます。それを頭に置いてくださいね。はい、なんだかんだ言って、ではやっていきましょうかね。これね、油ちょっと、これはね、はい、もう一度一回ね、これ一回一回必ず混ぜてくださいね。だしで、つなぎ何も入ってないですよ。はい、では行きましょうね。スッといきますね。ここに流しますね。で、これぐらいです。そしてこのまま一気にこっちに持ってきます。そしてポコポコポコっとね、膨らんでくれます。膨らんできたら、これは潰してください。で、ここでね、1回目この芯を作るね、しっかりした芯を作りたいので、ここはね、これでこう、これをこれちょっと置けて、そしてもうこれでね、ちょっと持ち替えたりしなければならないのがあるんですが、この上は熱いですよ。ちょっと外してくださいね。こうね、要するに、この大きくしないでちっちゃく、こうゆっくりと、ね、締めながらいうのは、ちょっと最初のうちね、こうして戻す。で、もしここが乾いたら、乾きましたね。乾いたら手間ですが、これちょっと流してください。ちょっとね。これがポイントです。ね、そして、ね、ひっついたら、火にかけてくださいね。この火の出し入れが非常に問題です。あっちゃこっちゃしなければならないですね。これ今先端下がってます。下がるとかと落ちてきますので、まあ、これで支えていって、こうやって戻します。わかりますね。そしてここまで行きました。そしたら油をここに引いてやります。こんなでね、はい。そしてこれを元に戻します。ね、いいですか。そしてここ油はね、ないので、ここ引きます。これです。そしてもう一度、はい、これの繰り返しです。引きます、ここに流します。いいですか。流してこの下に入れます。入れて押さえます。押さえてこっちに持ってきますね。押さえないとこれズルズルズルときますよ。いいですか。押さえてこっちですよ。はい、こんな感じで、これで泡を潰しますね。潰します。いいですか。そして乾かないうちにこれに持ち替えて、できたらこういう感じで、ちょっとね、下がった状態でこうです。で、締めます。これが締めるです。いいですか。ね、
失敗しても焦らないよね。こうです、こうです。これは練習してくださいね。ここをこう持ってきて、こうです、締めます。はい、ここまで行きました。もう一度同じのことの繰り返し。油を引きます。このままこれでこの持ってきますね。そして引きます。ちょっと先ほど違ったかな。そして油ですね。この僕の手見てください。これね、こっちを持ってますね。この順番のね、置いたりこうしてないね。はい、ここに流します。そして入れます。押さえます。流しますね。はい、叩きます。で、乾かないうちにこれは置きます。で、これをこう持ってきて、ちょっと先を下げます。で、こっちに行ったら戻します。いいですか。戻しましたね。わかりましたね。行ったら戻します。行ったら戻します。はい、こんな感じね。早いね。そしたらもう一度ゆっくり行きましょう。はい、早いが出ましたね。できる人だからね、これなんかね、できないのはそんな難しいですよ。なんとかやってみますかね。はい、ダメですね。ここです。1ね、1番目これです。1はい、そして卵を流しますね。はい、そしてこれ入れます。3はい、そしてここ押さえて、こうしましょうかね。こう押さえてこっちに行きます。ね、はい、そしてトン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 ってね、これがあるので箸をまだ持ち替えてなかったですね。はい、火を調節しますね。これで火が切れてる状態になってますので、これで置きます。そしてこのままここね、こう支えても、そして、1,2 の3といきます。そしてちょっと戻します。はい、あ、ね、はい、こちらまたここですよ。落ちないようにこうしてます。で、 1,2 の3ちょっと戻します。いいですか。これでガサッと落ちないように、これで全部補佐するんですよ。はい、でこれで、ちょっと乾いてきました。乾いたらちょっとね、また卵をね、こう、そしていいですか、落ちないようにこうしますね。そして 1,2 の3、あ、ひっくり返る。これはこんなのほとんどだと思います。返らないというかね。そういう時はガサッと入れてペランとひっくり返してね、これはこんな風になりますね。ね、はい、こんな感じです。そして、もう一度ここに油を塗りますね。これをね、そしてこのまま向こうに持って行って、もう一度油を塗ります。はい、これちょっと足らないですよね。はい、じゃあ行きますね。でも使いたいね。このまま一気にいいですか、シュッとこう持っていきますね。はい、こんな感じ。これ中入れます。はい。はい、ではこれをね、すぐ乾くので頑張っていきましょうね。ここ持ってます。1,2 の3。ちょっと戻します。 1,2 の3、これ乾くのが嫌だからちょっと早いことやってます。こんな感じ。これラストスパートね、これがだし巻きですね。ここで名前を出していいかな。固有名詞いきます。キューちゃん見てますか。キューちゃん先生、キューちゃん先生見てますか。こんな感じだよね。一個ずつ、ゆっくりとね、動画を見てください。止めながらね、こうだこうだってね、そんな感じでやってください。そして盛り付けるときはこのまま持ってきて、そしてなんかお皿ありがとうね、はい、そして手はね、今こう上から持ってたんです。あ、こうかこうか、今度下からこう持ち替えます。下から持ち替えますね。そしてこのままコロリン、ちょっとね、こんな感じ。これで四掛けのだし巻きですね。外国の方はチキンストックでもいいと思いますね。だしが入ると、はい、やっぱり柔らかくなるね。英語でちょっとこれ言ってほしいけど、だしが入ると柔らかくなるので美味しいっていうの。英語で言うとどうなるね。If, 卵にだし。If だし巻き contains だし stock,、うん、it would be very very soft. そうそう、ソフト。だから、soft. very delicious, delicious. ね、ハッシュタグキチキチチャレンジね、どう鍋がいいと思いますね。はい、頑張って。こういうのを使ってね、今の手順をゆっくりとね、卵を入れる前に練習をしてもらっていいと思います。これでね、はい、卵を流しました、まあ、やった時にこの後どうするかこうするかね、これを卵に見立ててね、ちょっと練習をしてみるのも、これちょっと濡れてるんですね。この練習の仕方も、まあ、こういう感じで、こうだよ締めます、こうだよ締めます、こうだよ締めます。はい、そして向こうにやります。油を引きますね。そして卵を流します、先を下げます。いきますよ、 1,2 はい締めます。こういうね、これで練習をしてやった。その前にね、これでこう温度を測ります。測ります、ね、測りますね。作業が多いんですけれども、何でも練習すればね、できるようになりますので、まあ楽しみながらやっていってね、いただいたらいいと思います。もしそれでもうまいこと負けなかったら、卵巻き、要するにダッシュの量は少なくしてください。
OK でしょうか。はい、ハッシュタグキチキチチャレンジだし巻きね、できました。はい、どうぞ。 OK、 今度はね、鉢掛けでいきます。これ卵200、これが160あります。だしがね、これ入れます。たくさん入りますよ。これが鉢掛けです。かなり柔らかいですね。かなり柔らかいね、温度がかなり上がってますね。はい、これですね。はい、じゃあいきましょう。高速バージョンです。これは使いませんね。どんな感じになるか、僕ごめんなさい、手前から行ってるんでね。はい、これでいきますね。こんな状態です。パーンと分かれます。これ最初がめちゃくちゃ感じです。芯っていうか、最初のね、芯つくのが大切です。いきますよ。ほら、ちょっと厚みがこれひっついたかもわからん。温度高かったら、ね、これで温度はね、逃がしてやります。温度を逃がしてやりますね。暖かくなって、ね、均等にこういきたいというね、ここの芯を作るのがこれね、オムレツも何でもそうですが、わあ、いきなりこれか、ちょっと使います。こう、芯が命なんで、うわあ、これひもひっついた。アクシデントですね。下手くそな証拠ですね。はい、まあこれもいいですからね。はい、これは芯。この芯をね、きっちりとこう作ってやらないとダメなんですね。こういう芯ができましたね。はい、この後いきますよ。はい、サラダオイルですね。よいしょ。これやっぱりこしらえですね。ポンポン、あと押してください。じゃあいきますね。トンと叩きます。叩くことにですね、そしてもう本当にね、スピード勝負なんでね、混ぜてますね。流します。これでいきます。じゃあ、いい感じですね。そして、この中入れますね。そしてトントントンと叩きますね。これで、均等に温度をね、熱いところ、熱いからこういってるんで、それを逃がしてやる。はい、ね、ゆっくりやるとね、出汁が出てきます。これね、それが出汁巻きの難しさですね。出汁が出る。これでこのままこういう状態ね、一気に混ぜてね、よいしょ。はい、そして、引きます。はい、引きます。これで持ってきます、ね。はい、よめちゃくちゃ柔らかいです、はいね。はい、これが、まあね、僕、洋食屋さんなんですが、まあ、一応、だし巻きできるんですね。京巻き、ね。こんな感じで。焼き色をつけたらダメですよ。ですが、必ずね、こうね、そして、このまま、こういう状態でね、締めます。よいしょ。ね、締めます。はい、よいしょ。はい、ポン。ポン。ね、はい。そして、シュー。はい、行きます。中入れてますよ。はい、こういう状態です。潰してます。で、これ押さえてます。ね、向こうに持っていってます。そして1、2、3、おお。いきますよ。はい、トン、フュー。ね、トン、フュー。はい、そしてまたいきますよ。はい、はい、よしよ、中入れます。そして卵の中入れます。そして押さえて向こうに持っていきます。ね、そしてトン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 ってね。はい、卵ね。いい状態まで温度上げます。で、多分、うん、これで、65度ぐらいまで上がってると思うんです。で、その後、もう、もうね、うわぁ、難しい。よいしょ、ね。だんだん難しくなってきますね。はい、油を引きます。ポン、滑らします、ね。はい、そして油を引きます。はい、引きます。はい、引きます。卵ね、日本語ちゃんと入れてないの。はい、こんな感じですね。はい、これで締めてます。こんな感じで、これが鉢掛けの卵ですね。だし巻きです。いい感じですね。こんな感じ。まだあります。これ全部いったら時間ないので、この辺でやめておきましょうか。はい、では、最後ね。はい、こういう照らしてます。してます。照らしてね。これでこう刺してます。刺して、シュッ。で、よいしょ、ね、よいしょ。はい、こんな感じです。で、最後は、このまままた持ってきて、最後もう一度これを、よいしょ。で、そして、巻き巣で締めるんですが、ね、巻き巣で締めます。ね、この場合、うわ、崩れたらね。崩れました、ね。やらかそう。はい、そして、まあまあいいですね。切ればどうなるかでね、切れば、出汁がじゅわじゅわと出てきます。もう出汁出てます。わかります?出汁が出てきてます。こんな感じです。出てきます。ですね、はい。おまけバージョンでした。美味しいですよ。これはとろとろ。もう出汁もこんな状態ですもんね。出てきてます。はい。これが出汁巻きです。頑張ってね、練習してくださいね。洋食屋さんでもできるんですよ。まあ、やればできるということですね。はい、チャレンジおまけでした。料理は楽しく、料理は楽しく、料理は楽しく。どうもまた会いましょう。